挑戦してまいりましたけども、そうですね、はい、いろんなことやらされました。で今回は、はい、こうしてねゴルフ場に来たわけですが、師匠なんか顔色悪くないですか。寒いんです。寒いですよね。3月の後半に来て、まさかのこの状態、はい、どこまで俺はついてない男だちょっとご覧いただきましょうか。これですからね。なんかね、私の人生見てるよ、はい、これでも朝から一生懸命雪かいてくださったんですよ、皆さんで。そうなんですってね、あのスタッフ並びにここの方がですね、一生懸命雪かきをしていただいたんですけども、それでもこの状態、はい、まあゲストが、今日の大物ゲストが来てから相談しましょうか。そうですね。そうですね。はい、それでは今日の大物ゲストをお迎えしたいと思います。こちらの方です。お前だけを追いかけているよ。お前な、俺なバラエティ番組あんまり出たくないんだってよ。お前何この格好、俺サバと一緒になってないんだよ。もうちょっとなんか長いのなかったのかお前。俺もお前ビチビチだもんお前。これがなんとかならんかったのか。自分の持ってこい自分の。コードはわからなくなってしまったしよ。チューニングはちょっとおかしいしね。いや入っちゃうよお前。チューニングバッてできた時にね、俺ピンカラ兄弟や。芝居はそこで使えるしさ。たまらんぜお前。そんなから呼び出されて。そうだよお前、このクソタヌキ。まだお前ニワトリも来てないようだし。こんなお前時間にどうして俺が長いように歌わなきゃ。何の失礼性があるよ、こんなところが。そういうこと言うからあかんね。恋に揺れるお前な、心そういうテンションが高いわけよお前。でもね、今日はあの大物ゲスト、はい、あの松山千春さんが来てくれるというですね。お前え、これが大物に対する朝これが大物に対するお前もてなしか。結構貧相なゲスト。カシミヤのセーターを着てギターを弾けるなんて嬉しいの。この音ね、カシミヤ好きなの。あ、好きなんですか。カシミヤが好きなの。北海道一木博士と言われてます。カシミヤ好きこれね、ひょっとして探し当てればいいです。デビュー当時2枚目の LP なんかで海辺でこう V ネックのあのセーター着て、こんなまたそれが趣味悪いんだ、あのなんかダイヤモンドのなんか形して、これかっこ悪いで言うたら、バカ野郎お前、カシミヤだって。カシミヤを武器にすると初めて出会った芸能人。大物お前、この寒さで涙出てきます。入っちゃうよお前。入っちゃう。俺もふるさとに帰ってるような気がしてよ。ほんま、俺もうアショロ日和やもんねこれ。いい冷え具合ですよね。あのゴルフができなかったんで、ほんとに本当私やりたい言ったんですけども、もうこれでもやろうと言ったらね、いや俺はなんか最近俺ずっと雪かきやってたからさとか。お前そういうテレビの前でお前そういうこと言っちゃいけないよ。私はいつでも勝負を受けますよ。スタジオ入る前に2時間練習したらしいじゃないですか。中村雅俊じゃないっていうか。やってますよね雅俊さん。してたまずその種目をですね、はい、お二人にお知らせしようということで、はい、こちらの方たちに紹介してもらいます。どうぞ。鮮やかな紫をまとめました大紫ゴルフコースのですね、本当に美人キャディ5人組ということで、あのさ、はい、あの俺今ちょっと涙が止まらないんだけど涙が止まらないんだけど、私最初入ってきた時で誰の曲なのかなと思うぐらい名曲です。見事な演奏でしたね。いや本当に、あのあそんな演奏よりも前でシンバルだけ持ってるあの兄ちゃんの僕は
あの姿忘れられないですね。シンバルをこう持って横に歩いていく。あれはね、私は初めてああいうこの能の境地。ヒーローの世界ね。まだ初めね、寒かったんですよね。音がバンバラバンバンって。うつむきかけた、いいですね、あなたの前を静かに時は流れて流れて流れてめぐるやろ、ありゃ朝から声出てまんな俺はやるべさあ、それではですね、キャリーさん早速お願いします。さあ、後ろをご覧ください。母の声とともに今連絡通りました。オーラ対決第2弾、サンマ VS 松山千春。こうなりました。垂れ幕も何の因もなしあんだけな、クレーン車2台もだろ、うん、両端からなバーってやるぐらいだったらさ、うん、このギターはないだろって頼むって頼むってあんなにして場所を移しまして、滑川町の総合体育館にやってまいりました。フリースロー対決。いや、これだけは言っておきましょう。サムのまんまのエンディングで、まあ、僕は勝ってるというだけが。で、その番組を偶然見てたアシスタント。私、フリースロー勝ちましたよね。見ておりました。負けた人の名前は何て言うんですか。松山千春。バスケット。バスケットとはさ、こいつじゃないかなんて。あら。そしてこうやって入れればいいんだろ。あ、入んない。ないや。これ入れたら俺の勝ちね。そうそうそう。入れたらな。よっしゃこの人にはね、もう買ってますから。で、僕に曲作りをすると約束して、でまたここへ来てね、勝負をしたいと。はい、どんどん胸を貸してやろうと。胸を貸してやろう。勝者ですもん、曲がりなりにも。私勝者チャンピオン。お前あれを勝ちと自分で考えてるわけ。お前らそれがお前の芸をな、細かくしてしまうんだ。いやいや、ところあるやろ。テレビの前の人は気づいてると思う。バスケットするにね、当たって、はい、この金のネックレス、ネックレスはあんまりねえ、それはあれ、はい、茶の間の女の子は引いてるよ、それは。お守りがある。あな、俺も言いたい、俺も言いたいんだけどさ、水野のランバウドは素晴らしいんだけどさ、今時さ、このな、ランニングの下にシャツ着てるっていうのも、これお前、しかも、スポーツシャツならいいよ。お前これ、肌着だろ。正直に寒さに勝てないんですよ。ダンク大会でもよかったよな。もうダンクだよ。ダンクもいける。ダンクだ。こんなぐらいの高さやったらチャレンジャーからやらせてあげるよ、それ。あ、サマさん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 。要するにフリースロー勝ちゃいいんでしょ。私がそうです。もうスポーツするぞの代表として勝ちゃいいわけでしょ。さあ、勝った、うん、ということは相手は負けるわけです、ね、そうです、そうです。罰ゲーム決めましょうか。罰ゲーム、はい、そうしたらどういう罰がいいですか。どういう罰がいいですかね。俺さ、今日の出だしでさ、ギターを持たされたことがすでに罰ゲームだと思ったんだよ。罰ゲーム先取り。あれはもう、良かれと思ってやったことですから。すみません、もっとかっこよく出てくると思ったのが、なんせあれが短かったもんやから、この後ピンから兄弟になり変わったわけです。だから、もし私が、これはね、言うときましょう、はい、私は損なんですよ。バスケット経験者ですから。そうですよね。こちらは、私はバスケット一切やったことないんですから、はい、まあ、曲がりなりにもまんまでは勝ちましたけども、素人が、はい、なんて出会い頭って言うんでしょうかね。急に謙虚に。
私が負けても罰ゲームは成立しません。負けて当たり前ですから。私はチャンピオンですよ。よ、分かった。俺が負けたら、はい、あなたの歌を歌ってやる。それを俺があれか、身元こう引くわけか。こんな罰ゲームはすごいよな。もう耐えられるかどうかだよな。極地の罰ゲームだよな。たまらんだよな。それじゃこうしましょう。私もし負けたら、はい、私昔 TR からもらった曲があるんですよ。びっくり箱の歌っていうやつ。それもう返す。負けたら、ね、悪いから返す。あの、はい、申し訳ない。あの松山千春の名曲の中の一曲に入ってることが、ね、なんか汚点らしいのよ、どうも。いや、こいつは最初真面目に言ったんだから、あの、俺に曲を作ってくれないか、はい、あ、いいぜって、構わないで、ね、さんまお前まともに歌うよなんて、あ、歌うよって、だからね、愛が心でってそういう感じ、いわゆる俺のメロディーでちゃんと綺麗な曲を作ったの。そしたらこいつさ、その前にあのびっくり箱びっくり箱驚いたって入れてくれないかって。恋愛の曲を書いたんですよ、まともな。その前にそのびっくり箱びっくり箱驚いたっていうのをつけてくれって言われたんですよ。必ず入れてくれた。そう、それでもう曲がめちゃくちゃなんです。あれ、俺はもう今でも恥ずかしい。あのね、ええ、だからチアルもし負けたらこの番組の言うこと聞いてもらいましょうね。あ、なるほど。この番組のレギュラー、はい、になる。チアル入れればね、どんなスポーツでもこなすことができるようになる。幅広くなります。幅広くなります。はい、こっちはもう、もうあの、これいらずのダイバーになりますからね。いや、けどな、これいらずっていうけどな、俺な、この間、あの、夏、去年の夏、はい、ホテルの、はい、プールあるじゃん、うん、な、うん、あそこでな、俺本当にもうスキンヘッドにしてたんだぞ、うん、その時にだぞ、泳ごうとした時に、すいません、帽子をかぶってもらうから。あれ、失礼よな。失礼。いや、しかし、どんなスポーツでもね、だからね、一応こなしますんで、私がもし勝てば、はい、レギュラー、この番組レギュラー、そうそうそう、ひょっとしたら今回が最後かもしれないんだから、この番組。ルールは5投ずつ、ラストカラーボールは2ポイント。さあ、それではフリースロー対決、先行はさんまさんです。まずは1投目。ジェハルはいつになく緊張してるでしょ。彼は負けを恐れているんです。いきます。あ、これ交互にやるわけです。はい、交互です。はい、さんまさん、まず1投目外しました。そうか、外した。さんま、さあ、いいな、失うものが何もない男っていうのは強いよな。はぐっ。さあ、さんまさん2投目です。これは入れておきたい。今は綺麗に打ったな。うまい、光った光った。食ったから今。俺ボール掘った思った今。さあ、さんまさん2投目。よし、よし。外しちゃえ。あれぐらいでガッツポーズが出せるんだから、かわいいよな。おお、ナイス。頑張って。だいぶ練習してきたな。そんなことない。さんまさんの3投目。外しやがれんかったな。これは自ら追い詰めてしまった。聞きました。あっと、だってバーッと。加藤投手の気持ちが可愛い。嬉しいね。嬉しい。3投目。こんなバカだ。これは、はい、これは誤算。ちょっとどけてんか。これは、さあ、流れはさんまか。これ
を入れなあかんって。いや、サンマ4投目。もう4投？もうここでスタッフ今同点なんですよ。ちなみにスタッフがいかにもっぽいだからな。何をどうしたらいいわけ今の。いかにもあのお前ちょっとバーンって弾かれるぞお前。向きになってるほら。先までの余裕が。僕は語りません。あんた語りっぱなしやん。じゃあ改めて止め。あ、入った。さあ、さんまさん崖っぷち。これは外せません。これ俺が入れて千春が外せばいいんだ。そうです。そしたら俺の勝ちだ、はい、あ、得点的にはねラストのカラーボールは、はいはい、これが2点、2ポイントってことね。そうです。そう、はい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 。ね、もう何十ポイントでもあげましょうね。あなたが入ったら10ポイントでもいいし。ラスト1投。 あそこは今一粒いくらだっけ。安なってんのよ。違うか。これ入れてチアルが外せば俺の勝ちやな、はい、そういうことは。これはお前外せば俺の勝ちが決定ってことじゃん。それはちょっともっぺ考えよなあ。いや、そういうことなんですよ。一投目持ってやり直したってくれるかな。勝負は勝負で。その気持ちわかるやろ。勝負は勝負です。その気持ちわかるやろ。やったー。さあ来ました。さあ外せ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 。さんまさん、さんまさん、役目を果たしたんだ。俺は外して外して外せ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 外そういう曲はいっぱいある。そういうのは外してきたけど、これはもうそのもの外れんねやろな。さあ入れれば勝ちだ。勝負がついたんだって。いや、とっくりなんだ。お前、嫌な男がいるんだよ。勝負がついたんだってって言ったら、なんだあいつ、あっこにギターを置いてる。何言ってんの、何なのそれは。どうしてほしいわけ。まあ、俺が一投目入れときゃよかったんけどな。でも、一投目が。まあでも、よくやったよ。これはスタジオやったら俺優勝してるもんな。そうですよ。どうやろな。ありがとうございます。今ゴーンよ。いやいや、頭で受け止めようかなと思ってどうでもいいけど、まだ治ってねえじゃねえか。本当にね、俺ジャージやったらもっとかっこ悪いよそれ。波それはやめなさい。
まあ私は確かに悔しいから、うん、次はゴルフで、はい、だからゴルフは次ぜひやってくださいよ。そうですね、スケジュール開けるようにね。これはまあまあしゃあねん、開けるようにねと負けた人間がそんなよくでかいこと言ってない。ちょっと待って、これで俺はまんまで勝ってるから一生いっぱいなんですよ。あら、嫌な言い方それは当たり前、それは当たり前、これで一生いっぱい。それもこんだけ追い込まれたあなた、それはもうね後ろでですね、うん、ずっと指揮者が手上げっぱなしなんですけどねそろそろ手が触れてきてますんで臨機応変にやれよってということで、ね、千春さんの優勝です。ありがとうございます。いや、外しやがったら必要。それで、びっくり箱返還ということになります。もう返します。もう残念なこと言うと、はい、もう今年からのコンサートあの歌外します。愛が心に、こういうね、綺麗な曲なんだよ。それがこいつがさ、ね、なんかびっくり箱入れてもらいたいって言うから、びっくり箱、びっくり箱、驚いた愛が最低だ。よくあんなに崩してくれたよな、曲のな。俺は歌いやすかったのよ、そっちの方が。バカ野郎、お前。入り方ですよね。そうですね。それを一応、たけしさんまで歌ってたんですから。なるほど。いいだけど、たけしさん歌ったんだよな。そう。次はもうゴルフ真剣勝負ということ。あ、ほんならもう要するに。あ、ちょっと今の、ちょっと解けなかった。ゴルフ真剣勝負ということ。じゃあ今のバスケット真剣じゃなかった。いやいや。真剣だったんですよ。俺はちょっと遊びにやったけどね。キャプテンはさんまさんの永遠のライバル松山千春さんです。お前どこでもいいけど俺は北島三郎さんじゃないんだからさ。何なのこの雪は。三郎さんじゃないんだろ。何、エアロビクスのインストラクター。いや違う、今日はね、どないだ、お前が悪いよバカ野郎。何が悪いの、思い出した。そういえば何が悪いの。お前がね、変な番組に俺を引きずり込むからね。そうよ、お前テレビ嫌いでな、ずっと出なかった俺がだぞ。そうよ、こんな番組まで出るようになってしまって。おかげでお前変な番組からいろいろお前出演依頼が出てさ。これが変な番組か。いや、これは素晴らしい番組かもしれないこれは素晴らしい番組かもしれないけどよ。なあ、すぐ終わったお前の番組もあったろ。いや、あれ5回でやめたって言ってる場合やねん。お笑いの世界とさ、我々歌手の世界とは違うんだから。何が。基本的にその運動神経が。バカなこと言ってるんじゃないよね。こっちはスポーツするのメンバーやで、ね、これマイケル富岡を知らないのか。ハーフやぞ。今日は俺はあのお前たちにはね、負けることはないと思うけど、もし負けたら柳葉の責任だろうな。柳葉、はい、1週間前に放送局まで電話して、はい、なあ、ボールは革製ですかビニール製で。革製かビニール製でどうプレーが変わんねん。ドロドロしてきたから行きましょうか。さあ、宿命のライバル対決、3-on-3対決、いよいよ開始です。しんどいぞ。本格的ですね。すごいな。バスケットや。バスケットやな。さんまさん、走れてません。
ね。プレーより喋り大事。どこや。目失った。マイコから。マイコ。